はい、えー、皆さん、こんにちは、アレック専任講師の鎌田です、そして本日も皆様お仕事、お疲れ様でございます。えー、ということで、ですね本日は S 式行政書士合格講座のですね夏からでも間にま,まだ間に合いますよと、試験が11月にありますけれども、皆さんがおそらく行政書士受けてみようかなと,ということで、この動画を見られている時期は7月、ないしは8月だとは思いますが、 が11月まで3ヶ月から4ヶ月の期間があります。確かにですね、期間的には短いですから厳しいと思われる方も多くいらっしゃるかと思います。不安になる方もいらっしゃるかと思います。ですけれども、やらなければ受かる可能性はゼロです。そしてやるやってみたら受かる可能性は。 あるわけですよね。また早く始めれば早く始めるほど合格というものは近づいていくわけですから皆さんがこの動画を見ていただいてですね行政書士受けてみようかなとただコストもかけられないなと4ヶ月3ヶ月しかないしと思われる方はですね、この S 式講座はコストも非常に低く抑えています。低く抑えた上でですね、昨年も 合格者の方出て、えー、多くの方が合格していただけていますので,、えーですね、やるからにはあ早めに取り掛かってみると願書のです、ね、提出期限も申し込みもです、ね、7月の26日から8月の27日とまだ願書も提出できる時期で あるわけですからあこの願書を提出できる時期を超えてしまったらもう今年の行政初士試験を受けることはできなくなってしまうわけですからあ受けてみようかなと思われている方はですねぜひこの S 式の講座のところをです、ね、ご検討いただければというふうに思っています。でででですねあと3ヶヶ月月から4ヶ月で独学で 合格しようと思ったらこれはかなり厳しいです何でかっていうと特に法律を学んだことがない方ですね法律市販の書店とかで法律の本見てみてください見たら多分何が書いてあるのかさっぱりわからないと思います日本語が書いてあるんだけれども何を言っているのかわからないと思います法律はですね初学者初めて学習する方からすれば外国語のようなものですね ので何言ってるのかどんな話なのかというところを全体像と法律とは何なのかと全体像というものを把握するのに非常に時間がかかる大変なんですねそして法律がどんなものなのか何を言ってるのかどういう制度があるのかというところの全体像が分かってきたらあとはテキストであったりに書いてあることも頭の中に定着していくというプロセスを経ますので独学で 外国語の辞書みたいなですね市販の本とかを見てもですね頭には入ってこない厳しいんですですから S 式であるとかでですね S 式について言えばトータルで60時間程度ですね1日1時間聞いていただければですね 約2か月で1回が終わってしまうと県民行政法、商法、会社法という使用法令科目が2か月で一瞬回せるというところですしなおかつ一つの動画がですね1個15分程度となっていますので電車の移動時間隙間時間などを有効活用してですねそして時間のある時お休みの日などにはですねテキストであったり問題集といったようなもの ものを解いていけばあと3ヶ月から4ヶ月の間それを繰り返していけば合格というものは不可能ではありません合格できますなのでですねぜひ、えー、残り4から3ヶ月ですけれどももう間に合わないよもう無理だよという風うに諦めるのではなくてですねやらなければ可能性はゼロですからやったら合格の可能性も出てくるわけですから行政書士という いろいろな書面であったりさまざまなお仕事あるわけですし、えー、非常に自由度のい広いお仕事でもありますからあ一歩3つ外に出れば行政書士の仕事ですからあー、ね、建物を建てたら建築確認であったり一歩外に出れば道路で演奏とかしてる方いますよねあれ道路専用許可であったりですね一歩街に踏み出せばすべて行政書士が関与できる仕事がワンサが転がっているわけですから。 皆さんがやりたいい仕事というものは必ず見つかってきますだけれどもその仕事をやろうというふうに思うからにはバッチと行政書士の試験に受かるということが必要になってきますのでですね是非諦めることなく残り3ヶ月から4ヶ月 S 式の講座を取っていただいて。 ですね、コストパフォーマンスよく行政書士試験を合格していただければなというふうに思います。そしてですねもし仮にもちろん試験ですから合格不合格は出ますもし仮に不合格だったとしてもこの3ヶ月から4ヶ月の間に学習したことは無駄にはなりませんから。 もし今年の試験で不合格であったとしても、3ヶ月から4ヶ月頑張って勉強したと、次の行政書士試験まであと1年あるわけですから、トータルで皆さんは3ヶ月から4ヶ月、プラス12ヶ月で15ヶ月ぐらい学習するわけですよね、来年も行政書士試験を受けるという方は。 そうなったらもうほぼ合格っていうものは手に届きますのでぜひですねやるからには早くやると早くやればやるほど合格が近づいてきますよと遅くなれば遅くなるほど合格というものは遠のいていってしまいますのでコストパフォーマンスよくす式行政書士合格講座を利用していただいてですね合格をつかみ取っていただければというふうに思います。本日は短い時間で ありますがお聞きいただいてありがとうございましたあそれではあ皆様の合格を祈ってということで本日の動画は終了とさせていただきますありがとうございました